はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの師匠が今日は情報を正しくをお送りいたします。よろしくお願いいたします。あの、正しい情報というのをね、あの、ちゃんと自分の中に入れていくっていう作業がとても大事になります。これからね。で、あの、どれぐらい何が大事かっていう具体例を示してお話ししたいと思います。例えばですね、あの、もう命に関わることっていうのがあるんですよ。情報で知識で知っていればよかった。ね、あの、 まあ、知らなかったために命を落としてしまう。そういうこともあります。あの、例えば身近なもので、ズッキーニってあるじゃないですか。野菜。まあ、食べたことある人多いと思うんですよ。で、ズッキーニとゴーヤって、まあ、ちょっと似てますよね。色と形が。まあ、ただ、あの、ゴーヤの方がなんかボコボコしてますよね。あの、私、沖縄に住んでるので、まあ、ゴーヤはそこら辺でもう、すっごい安い値段で売ってるんですよ。で、ズッキーニも売ってます。 で、たまにズッキーニ買ったり、ゴーヤ買ったり。いや、ちょっとゴーヤ苦いから苦手なんですけど、<laughs> まあ、ああの、体にいいというので買って、なんか決定的な違いって、その、見た目じゃなくて、なんだと思いますそう、苦味ですよね。苦いじゃないですか。そう、ゴーヤ苦いんですよ。で、あの苦味がなんか体にいいとかいうことで、まあ、沖縄の方食べている方多いんですよ。で、いや、そんなことないよ。ズッキーニだって苦いのあるよ。すんげえ苦いのあるよっていう。 なんかそういう人いるじゃないですか。もうね、知らない人なんですよ。もう危な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 。あ危ない <laughs> 何が危ないのかって。ズッキーニの苦いのは、あれはね、毒なんですよ。これはびっくり。知らないと怖いでしょゴーヤの苦いのは全く毒性ないんですよ。でもズッキーニの苦いのは、あれはね、毒なんです。怖くないですかズッキーニの苦いのは、もう、あの、 見てもわかんないんですよ。見た目はね、新鮮で、まあなんか新しいんじゃないかな。で、なんか食べると、うわ、苦いな、このズッキーニ。それね、すっごい毒なんですよ。だからそのまま食べると、2時間前後で、うおーって、もうなんか具合が悪くなってきて、もう危ない人は食中毒と同じ症状で入院する人もいるんですよ。だから知らないって怖いですよね。 でもそのズッキーニの苦いのを知らないと子供とかが食べてね。なあ、これお父さんなんかズッキーニ苦いよって言ったら、何言ってんのまあゴーヤーと似てんだから苦いに決まってんだろうとか言いながらね、苦いズッキーニもあるんだよとか、めちゃくちゃなこと言って食べさせようとするお父さんとかいるんですよ。いや、これ本当にダメですよ。あの、全然お話にならないんですよ、そのズッキーニは。お父さんじゃないですよ。お父さんがお話にならないじゃなくて、あの、ズッキーニが。苦いズッキーニは、 あの、毒性が高まって苦いんですで。見た目がね、腐ってるとか傷んでるっていうのがないから怖い、また。その毒はね、ククルビタシンという、すごい毒なんですよ。で、わずかだとまあ大丈夫だと言われてるんだけど、取らないに越したことはないんです。だから苦味をはっきり感じるようなズッキーニであれば、もうそれはね、即刻、料理しちゃったかもしれないけど、全部捨てるしかないんですよ。これ本当の話なんですよ。 これ、ズッキーニをね、ゴーヤだと思って苦いけど食べちゃう人って、いや、なんか似てるじゃないですか、ボコボコがないだけで。あツルツルのなんかゴーヤかなとか言って、いや、違う違う。ツルツルのゴーヤって何それ。いや、本当に違うんですよ。もう、ただ単に毒なの。だから、ズッキーニの苦いのっていうのは、これあれ、見てもわかんないんだよね。で、これ困ったのが、ズッキーニって生で味見して、 痛める人ってほとんどいないじゃないですか。だからこれがね、いやだからもう生でちょっと切って、ちっちゃく切ったのを口に入れて噛んでみて、すっごい苦かったらアウトなんですよ。これね、熱を通しても、痛めても、高温で処理しても、その毒は消えないんですよ。全く。1%も。だから、苦いこと自体がもう毒がありますよという証明なんですよ。ズッキーニの場合ですよ。 あの、ゴーヤの苦いのは全く毒性ないんですよ。いや、これが難しくないですか同じ野菜で。ねえ、なんか似てるでしょ形と大きさと色合いって結構似てるんですよ。だから、遠目で、ちょっとなんか金眼とか乱射が入ってる人は分 <laughs> かんないですよね。ズッキーニなんだか、ゴーヤなんだか。だから、ゴーヤが相当苦いので、ズッキーニも、あ、なんかゴーヤっぽいねとか言って食べちゃう人、いや、いるんですよ。 で、後で、2時間、3時間経って、なあ、お腹痛いよって言って、まさか、まさかズッキーニだと思わないじゃないですか、原因が。なんだろう、なんか具合悪くなってきて、なんか、なんかお腹痛い、お腹痛いってなるんですよ。でも、全然検討がつかないんですよね。知らないから。知らないって怖いですよね。なんだから炒め物にズッキーニと一緒に炒めたの、ハムがなんか痛んでたんじゃないのかとか言ってね、ハムのせいにしちゃうんですよ。ハム、ハム。ね。本当に、ハムさんかわいそうですけども。いや でもそんなもんなんですよ。人間って知らないって怖いっていうことなんですよ。知らないのはもう本当にね、罪になる場合ありますよね。だって子供にそれ食べさせちゃってね、さっき言ったように、苦いよ苦いよ変だよって訴えてんのに、バカ野郎、お前ゴーヤと同じなんだよ。ゴーヤだよ。ゴーヤだと思って食えとか言ってね、ゴーヤじゃないよって。いや、そういう人言いますよ。うん、だからね、これはね、知らないとそんなことになってしまう。 んだから少量でも子供にはアウト。いけないんですよ。だから、これ難しいですから、ちゃんとあの、料理する前に、ちょっと破片でいいからね、切って、口に入れて、苦くないかどうか確認したほがいいですよ。で、苦さが、うわ、これ苦いな、随分って言ったらアウトだよ。ダメなんですよ。見た目綺麗でも、もうそれね、勇気を持って捨てるしかないの。うーん、で、ズッキーニのその苦味を食べてしまって、2時間前後で出る症状が、 頭痛、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、手足のしびれ、舌のしびれっていう症状が出るんですよ。で、下痢とね、手足のしびれが出たらもう危ない。病院行かなきゃいけないかもしれない。で、小さい子供であればあるほど症状が出やすいんです。そりゃそうだよね。だって体が小さいんだから、ね、あの毒がすぐ回っちゃうじゃないですか。体にね。うーん、だからこれはね、知らなくてね、あのなんか、こうしろ、ああしろって言って、 ゴーヤーと同じだとか言いながらね、食べさせるのって、いや、これ本当に良くないですよ。で、もし食べてしまった場合ね、いや、苦かったね、食べちゃったねって言った場合、いや、苦かったね、食べちゃったらもうダメなんだけど、知らないでもし食べちゃった場合、これスポーツドリンク、ポカリスエットみたいなもの、アクエデスとかね、それをね、ガンガン飲ませるんですよ。とにかく、あの、毒を薄めないといけないですね。吸収させて。で、体中の水分を多くするんですよ。 30分にもうい、まあ、1本ぐらい飲むような感じですよ。1時間に1本とか、30分1本。どんどん飲むんですよ。そうしないと薄まんないですから。だからもう食べちゃったらもうどんどん飲む。いや、どれぐらい飲むかって言ったら具合が良くなるまでですよ。もう無理してでも飲むんですよ。で、飲んで、まあ、中和させるんですよね。薄めるってことですね。要するにね。 いやあ、だあんまり飲みすぎたらもう、もう飲めないよっていうのに飲んじゃダメですよ。もうそれもおかしくなっちゃうから。あの、飲める範囲でってことですよ。飲める範囲でどんどん飲むってことですからね。だらこれはね、あの、病院へでも行かないと収まらない場合が結構多いらしいんですよ。あの、トイレに行きっぱなしとかね、もう10分20分にトイレに駆け込むようになってしまう人もいるというんですね。こ危険ですよね、だからね。で、腸になんか死傷が起きて、ただれてね、 あの毒で。うん。だからあの、血が出ちゃう場合もあるんですよ。これ、ほんと、怖いでしょそんな毒なんですよだから。ズッキーニの苦味っていうのは、ゴーヤーと同じだよとか、わけのわかんないことを言う人いるけど、全然違います。1%も同じじゃないし、似てもいないんです。全く別物なんですよ。だからこれをちゃんとね、頭に入れておかないといけないということですね。加熱してもダメなんですよ。 加熱しても何の意味もないんですよ。毒全く弱くならないしね。あの、消えないんですね。ズッキリの場合はね。だこれって一応情報なんですよ。で、情報ってこういうふうに、それを知ってるか知らないかで、本当に体のね、もうほん、あの、オーバーに言えば命に関わるんですよ。で右行くか左行くかで、知らなくて、いや、全然平気でどっちだっていいんじゃないのとか言ってね。で、左行ったら、 な、もう足りんのっこっちゃうようなね、道なんだけど、知らないから左平気で行っちゃうってことですよね。だってズッキリの毒知らないから、平気でゴーヤだよとか言ってね、<laughs> 無理やり食べさせる。いや、いる、いるでしょ、そういう人いるんですよ、本当に。だから、あの、そういうふうになってしまうと、これはもうね、知らなかったじゃ済まないですよ。それでだって入院してね、治ればいいけどね、そのまんま、 頭に輪っかついちゃったりしたら、いや、いや本当あの、いるんですよ。あの、これは体小さければ小さいほど、この毒はね、やられちゃうの。な、かこれ怖いですよ。怖いんですよ。だからもう、たかがズッキーニだけどね。あの、されどズッキーニですよ。ねズッキーニごときにね、やられたら嫌でしょ。いや、だもったいないってのもダメなんだよね。あの、もったいながる人っているじゃないですか。あの、そのズッキーニ苦いのダメらしいよって言って、何言ったのもったいないわよって。いや もったいないってもう、それで入院した方がよっぽどもったいないから <laughs>、捨てた方がいいですよ。でも,もったいないじゃないですよ。ほんと体の方が大事ですよね。でもそういう方もいるんですよ。もったいない。もったいないはもったいないって言ってると、自分の体がどうかなっちゃう時ありますからね。これも気をつけなければいけない。うーん、だからね、まあ知識とか情報とかね、正しいものを持っているっていうのは、大事は大事ですよ。うん、危険ですよね。 で、それを人に強要して食べさせちゃったらもっと大変なことになっちゃうしね。まあでも知らないって怖いですよね。知らないってそういうことはあるじゃないですか。知らなかったんだよっていう人いっぱいいますよ。だから知らないっていうのは、あの、ダメ。あの、なんでも、ああ、なんだそうなんだねって言って理解して自分のものにしてね、役立てないといけないですよ。いざっていう時に差が出ちゃうんですよね。本当に。だから、これはね、これから何か、 嫌なこと起きますよ2023年、2024年ね、あの大試練がやってくるわけですよ。で、知らなかったじゃ済まないんですよね。だって、大試練がやってくるんだから、で夏だって今だって暑いでしょ去年よりも一昨年よりもさらに暑くなってるわけですよ。で、あっちこっちでね、ハワイじゃないけれども、ねあの火災が起きたりとか、なんか自然現象なのかもしれないですけれども、ね、あの火が。 あのね、もういつの間にか回ってしまってね、住むところも奪われてしまうとか、そういうことが突然起きるわけですよ。だから、どこで起きてもおかしくないと思ってないといけない。そのために、心もね、精神的な、あの、まあ、用意、準備、心構え、あとは行動で実際に生活に役立つものの準備、備え、というのをしていかないといけないんですよ。そうすると、やっぱり違いますよね。用意して準備してあればね、 いざっていうときに、やっぱり自分の体と命を救うことになるし、大事な大切な人の命と体をね、救うことになるんですよ。知らないっていうのは良くないですよ。何でも吸収してね、勉強して学んで、なるほどなるほどって言って、それを結びつけて、最初はね、点と点かもしれないですよ。あの点が点在してるだけかもしれないけれども、やがていろいろ深く、 ね、あの広範囲に知ることになって、知ることによって、量が増えていくじゃないですか、天皇。そうすると、線になって結びついて、役に立ちます、必ず。どんな知識でもね。ですから、何でも知っておいた方がいいんですよ。知らないより知っておいた方が絶対いいんです。役に立てるんです。役に立つ時が来るんですよ。だから、それをね、一つずつ頭に入れてね、まあ、実際行動を起こさないといけないですけどね。あの今回のズッキーニの話もね、 知ってても、何にも言わないでただ見てるとかね。<laughs> ダメじゃないですか。なんか逃げなとか言って食べてる人が目の前にいるのに、何にも言わないでただ見てる。それもいけないですよね。知ってるんだったら、あ、なんかそれ毒らしいですよって言ってあげないといけないじゃないですか。なんかお腹壊したり、なんかちょっと入院することになる人もいるらしいぐらい毒なんですよ。その苦いっていうのは、ズッキーニの場合はダメらしいですよ。ゴーヤはいいんだけどって言ってあげたら、 え、本当に知らなかったなって言って、救われるかもしれないじゃないですか。かあなたがそれで救うわけですよね、人をね。でもただあの、いや、逃げーなーって言って食べてる人ただ見て、見守ってるだけじゃ何もなんないですから。行動を起こしてくださいね。なんか一言言ってあげてください、そういう人には。知らないんだから。知らない人には、 まあ嫌味でなんかね、偉そうになんか教えるっていうのはダメですよ。だけど、やっぱちょっと、あの、丁寧にね、お話をしてあげるっていうのは、やっぱりやるべきことだと思うんですよ。うん、人助けですよね、それもね。うん、お腹痛いのをね、あの、まあお腹痛いだけで終わるかもしれないけど、わかんないじゃないですか。人によって、体質によって、体の大きさによって異なるわけですよね。うん、だから、まあ知っていたら、ね、ちょっと行動を起こして、ちょっとお話ししてあげるっていうのはいいと思いますね。 まあまあ、いろいろ難しいですけれどもねうん。これからいろんなこと起きますよ。起きますが、ちゃんと自分で冷静にね、落ち着いて焦れずに乗り越えていきましょうね。行動を起こしてね。ということで、今日はズッキーニの危ないポイントをお話しいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。